皆さんこんにちは、マジカルパンチラインの吉田ゆらりです。この度同じグループの清水ひまわりちゃんからバトンが回ってきました。清水ひまわりちゃんのジェスチャーの答えは、寝てはいけない場面で必死に眠気を我慢する人でした。はい、とですね、私はよく中学校の授業でああなりがちなので、清水ひまわりちゃんの動画を見た瞬間答えが分かりました。皆さんは分かりましたか？はい、ということで私もジェスチャーの方をやっていきたいと思います。それではスタート。皆さん分かりましたか？続いては同じグループの小山里奈ちゃんにバトンを回していきたいと思います。そちらで私のジェスチャーの答えが発表されますので、ぜひ見てみてください。それではありがとうございました。